はい。梅干しを使ったおつな、おつまみ、ちょっと選んでいきます。福鶴吟醸こしゅ、こちら紹介したいと思います。この酒大将の動画でも何回か紹介してるかもないですね。今福田っていう銘柄の方が前に出てるんで、こう福鶴っていうのはまあ長崎のその福田酒造の地元銘柄のようなね、立ち位置の酒なんですが、もうこの吟醸古酒っていうのはその僕の記憶がある時点で25年前からあったんで、多分もっと長くね福田酒造での定番のお酒だったものなんですが、まあ大体吟醸をね3年ぐらい熟成したものを詰めてあるんですが、やっぱねアルテンに対してまあいろんなそのこうご意見あると思いますし、まあその日本酒が今後ね、まあ、純米がまあ王道であることはもう間違いないんですが、まあ、この酒のようにね吟醸でアルテン吟醸のこう古酒っていうのは枯れ方がすごく穏やかというか、あの熟成した時にやっぱりそのごつい熟成酒じゃなくて割とこう線の綺麗なね熟成に仕上がるんで、僕はなんかもうずっとこの酒好きなんですよね。で缶つけても美味しいですし、本当ライトな、熟成酒という印象で、まあ、料理とのペアリングもね、もう特に和食に関してはすごく合わせやすい、お酒なんですが、まあ、この今日は酒よりもなんか梅干しを使ったおつなおつまみということで、梅と味噌ってものすごく相性いいんですよね。僕もね二日酔いの時は味噌汁にもう梅溶いて飲むともう一番すっきりするんですよね。なんか味的にも相性がいいし、栄養素的にもすごく相性がいい。あのもう本当に梅干し入れた味噌汁毎日飲んだらもうめちゃくちゃ健康みたいなね、あの部分を見たことありますね。まあだから今日ちょっとご紹介したいなと思ったのが、まあ、なめろうあるじゃないですか。イワシでもアジでも刺身をこう叩きにして、結構味噌と生姜とネギとかね香味野菜と味噌をこう和えて、まあその炭根にならないようにそこまで粘り出させてさっくり合わせていくような、なめろうにね梅を合わせてやると、まあ、よりこう爽やかに、ね、お酒にもご飯にも合うような、ものになりますので、まあ、特にこうあの爽やかなね当てが欲しい時なんかいいんじゃないかなと思いますの で、まあ、そういう味噌にこう梅が入ったようななんか純和というようなね雰囲気になってくると、やっぱりフレッシュなお酒よりもやっぱり少し枯れたね熟成酒のクラシックのお酒の方がやっぱり僕は呼ぶ酒を呼ぶなという印象ですね。まあ、これもよく言ってるんですけど、白飯に合うおつまみはクラシックのお酒を選んで、白飯に合わないおつまみ、例えば、まあ、そういうも、まあ、サラダみたいなねものだったり、果物を使った前菜みたいなものっていうのは白ご飯に合わないけども、そういうものはモダンのお酒がねすごく合いますので、梅干しを使ったなめろうなんかはもうこういうクラシックなお酒がドンピシャでハマると思いますので、ぜひともお試しください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。